はい、こんばんは、今井です。本日はですね、コメントいただきました歩行器とかね、杖の使い方についての解説をしたいなというふうに思います。いただいた質問はね、こちらの通りになります。まず、こちらの質問に内容に答える前に、そもそも歩行器をどうやって使ってるかっていうところはすごく重要になるなというふうに思います。例えばこういうね、歩行器、体を覆うようにしてバーがあって車輪がついて歩行するようなね、歩行器っていうのはリハビリにおいてね、一番最初に使ったりするかなというふうに思います。例えば正畸外科の患者さんで、人工関節を入れる患者さんに関して言うと、もう次の日からね、それを使って歩く練習をするっていうことが多かったりします。で、この使い方に関してかなり間違った方法、間違った歩き方でその歩行器を使ってる人っていうのを多く見受けることがあります。自分自身もね、そういう風にやってたかなと今更ながら反省することもあるんですけども、一番やっちゃいがちな、一番ダメな歩行のタイプ、歩行器を使ったね、最悪な歩行器の使い方のパターンについてご説明したいんですけども、歩行器、一番最初あの歩行器を使って、車輪がついた歩行器を使う場合っていうのは、レベルとしてものすごく低いレベルの歩行ですよね。なんでかっていうと、結構あの歩行器自体に頼ることができますので、そんなにこう立つ能力がなくても、筋力がなくても不安定でも、結構守られて安全にね、歩行できるというものが歩行器の一番の利点であるかなというふうに思います。で、そういうことを考えると、実はその利点っていうのが欠点にもなりうるよっていう話になります。で、歩行器を使って歩いている患者さんの多く、または、移動している患者さんの多くは、あの歩行器に対して体を全部こう体重を乗せて歩いてる人って結構多いかなというふうに思います。僕らの歩行っていうのは基本的に何も使わないで歩いた場合、何かに頼った状態で歩くということはないです。何かに頼った状態で歩けるっていうことは、何が利点かっていうと、支持基底面が広がるので、その分バランスを取りやすくなるというところです。ただそこからいきなり TKN ってなると、その範囲が本当に半分以下になりますよね、僕らが歩行する上ではね。ってなった時に、歩行器として確かに守られて歩行するっていうことは大事なんですけども、歩行形態としてまるで違う歩行です。競技で言うと野球とサッカーぐらい違うぐらいのね、歩き方になってしまいます。なので、その体を預けすぎた状態で歩行器を使って歩くっていうのは、確かに移動範囲、病院内での移動範囲を広がるという点では利点なんですけども、その後何も使わずに歩くということの練習に入った時に、もう一回歩き方を別の方法に再学習して歩行練習をしなければいけないという欠点が出てきます。まるで歩行が違うのでね、あんな風に体を厚げて、歩くっていうことは日常生活上ほぼほぼありえないことになります。でなったらどうすればいいかっていうと、高さの設定はある程度いろいろあるにしても、まず上司に対して体を預けるような歩行姿勢っていうのは必ずなくした方がいいというふうに思います。またね、それを楽してね、そうやって歩いてる人を見つけたら、そういう方向、その方向に関しては指摘するべきかなというふうに思います。それは院内の移動距離が増えたとしても、その方向っていうのはさせない方がいいというふうに思います。あくまでも歩行器で歩くっていうのは、その先に目標がありますよね。この目標の設定の仕方に関してはまた別の動画で解説はしますけども、その目標がある、例えば TKN で変えれた方がいいという目標を立てたとして、その歩行器の歩行をしてしまうと、その延長線上に歩行器の練習がなければいけないのに、体を預けた状態で歩行している歩行の練習っていうのは、その先に TKN での歩行っていうのが、動作としてね、基本的な動作として全く違う歩行になりますので、若干目標がずれてるんですよ。もちろん整形外科的な疾患であれば、ある程度痛みが軽減してくれば、TKN を使えば歩くことはできるんですけども、歩行形態がまるで違うので、この歩行器での歩行の時期っていうのがまるで何の練習にもなってないっていうことが多かったりします。もちろん恐怖心を除くっていう点では全然問題ないとは思うんですけども、歩行動作というものの中で僕らが専門的に捉えようとすると、歩行器の歩行がまるで TK の歩行に役立っていないということがあったりします。なので、あくまでも僕らはその先の目標を達成するために歩行器を使っているのであって、ただ単純に病院内の移動を歩行を使いたいから歩行器を使うというただの手段として選ぶのでは、僕らの専門性はないかなというふうに思います。
なるべくその歩行器を使って、移動範囲を広げつつ、自分たちがね、その人が退院するために必要な機能能力っていうのを開発、成長させるために歩行器はあるということを前提に考えて歩行器の動作指導をしてほしいなというふうに思っております。まあこのね質問に対する回答にはなってないかもしれないんですけども、それがクワドケーンであれ、サイドケーンであれ、それは全て同じです。どのタイミングでそれを適用させるかっていうのは、最終的な目標をここに置いてっていう、この目標の設定のさせ方がすごく重要になります。この目標に対して、達成するために、サイドケーンが必要であればサイドケーンを使って、クワドケーンを使いたければクワドケーンを使って、馬車みたいなね、ものが必要であればそれを使う。つまり、この T ケーンではないところに置くってことですね。っていうように目標に対して今患者さんに使わせる歩行器、歩行補助具っていうのがその延長線上の途中の時ところにあるものであるのか否かっていうのを考えながら、歩行において必要な補助具だったり歩行器っていうのを選択するべきかなというふうに思います。でその選択のタイミング基準がわからないっていうのは何がなぜわからないかっていうと、その患者さんの最終的な目標をここに置いているという、この目標を作っていないからということになりますので、次回の動画ではこの目標の設定の仕方っていうのをお伝えしようかなというふうに思います。ということで本日もためになっていると思っていただけたら、いいねまたはフォローまたはチャンネル登録お願いします。ということで本日は以上になります。では。